道路は、宮城県仙台市宮城野区から、青森県八戸市に至る日本の高速道路であり、三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸、九時自動車道の3路線の総称である。道路利用者向けの案内標識には、三陸道が使用されている。また、東日本高速道路、宮城県道路公社の有料区間においては、 三陸自動車道の名称が使用されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は、仙台港北インターチェンジ、リフジャンクション間が、長番自動車道、仙台東部道路、仙台北部道路とともに、e、E6 が、リフ JCT、八戸ジャンクション間が、e、E45 と各区間割り当てられている。東日本大震災後、復興道路と位置付けられ、 2021年の全線開通が予定されている。宮城県仙台市宮城野区を起点とし、岩手県釜石市で、東北横断自動車道釜石秋田線と連絡し、青森県八戸市に至る、約3 5 9キロメートルの高速道路の、総称が、三陸沿岸道路であり、仙台市から、岩手県宮古市までの区間が、三陸縦貫自動車道、宮古市から、 九十市までが三陸北中間道路、九十市から八戸市までが八戸九十自動車道である。ほぼ全線が国道45号に指定されており、全線が自動車専用道路として整備されている。東日本高速道路株式会社、宮城県道路公社、国土交通省が管理している。また、仙台港北インターチェンジリフ JCT 間は、 常磐自動車道に並行する一般国道自動車専用道路である仙台東部道路、仙台北部道路間を結ぶ役割をしている三陸沿岸地域の物流を担うことになる道路である仙台高北インターチェンジから八戸 JCT までの約 359km の区間は東日本大震災からの復興道路三陸沿岸道路として事業化され 2020年度末までに全線開通する予定であったが、岩手県北部の一部区間のトンネル工事が難航しているため、2021年内にずれ込み、12月18日に全線開通する予定である。全線開通すれば、無料区間が連続 320km を超える、日本最長の連続無料区間を有する高速道路となる。 三陸沿岸道路の名称は仙台港北インターチェンジ8の辺 j c t 間の道路名である。を総称する道路名及び事業名として2011年度より使用されている。東日本大震災からの復興を目的とした復興道路に位置づけられており、2011年度第3次補正予算において三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、 八戸九時自動車道で、それまで事業化されていなかった 148km について同時に事業化された。各事業区間の詳細については、上記三道路の記事を参照。2011年8月30日に、ルートが決定し、同年11月21日に、三陸沿岸道路の未着手であった 148km が事業化した。 平時には暮らしを支え、災害時には命を守るという機能を持った道路整備を事業費圧縮と開通時期を早めるため基本設計を見直し、すでに着手された未着工区間も含めて計画を完成4車線から完成2車線へ変更し IC についても一部を除き簡易型のハーフ IC としたり IC の設置場所についても以前よりも柔軟に設置を行った 2011年11月には、三陸沿岸道路と合わせて、宮古森岡横断道路の 48km、東北横断自動車道釜石や北線の釜石、花巻間の 17km、東北中央自動車道、相馬福島間の 11km が、復興支援道路として、新規に事業化されている。1、制限速度。大型貨物車等、三輪、県員車は、 時速8 0トル最低速度は時速5 0トル三陸自動車道は区間によって道路規格、道路管理者が異なるため最高速度が異なる。また、鳴瀬奥松島本線料金所、八戸 JCT 料金所付近は時速4 0トル一部区間には分離帯が設置されているため時速8 0トルとなっている。トンネルと 橋、国道45号三陸沿岸道路千円道路、より、リフナカインターチェンジなるせ奥松島インターチェンジ、館は、仙台松島道路橋梁町寿命化修繕計画年4月改定版よりそれ、以外は、橋梁の長寿命化修繕計画、令和元年度版から、国土交通省東北地方整備局、 東北地方整備局道路トンネル個別施設計画。令和元年度版2020年4月以降、開通分は、国道45号。三陸沿岸道路宇達元吉道路。国道45号三陸沿岸道路気仙沼道路。国道45号三陸沿岸道路宮古。太郎道路。国道45号三陸沿岸道路田野畑道路。国道45号三陸沿岸道路。 関陽府大道路、国道45号三陸沿岸道路、野田くじ道路、国道45号三陸沿岸道路、広野海上道路よりトンネルの数も脳と良さと、インターチェンジ北は、暫定に車線であるため、上下線で1本のトンネルとなっている。24時間交通量道路交通センサス、唐桑半島 IC は、仙台方面開通発表時までは、 気仙沼市唐桑町ただこし。唐桑小原木インターチェンジは、宮古方面開通発表時までは、気仙沼市唐桑町間。平成27年度調査時は、田野畑北 IC は完成しておらず、不代村第11時割不代インターチェンジの、強用だった。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。多賀城高架橋に関するカテゴリー。 ナルセオく松島大橋に関するカテゴリー、蕎麦の上高架橋に関するカテゴリー、かのまた高架橋に関するカテゴリー、新天王橋に関するカテゴリー、ひた大橋に関するカテゴリー、とトンネルに関するカテゴリー、新米谷大橋に関するカテゴリー、きりトンネルに関するカテゴリー、通り岡トンネルに関するカテゴリー。ありがとうございます。